皆さんこんにちは。今回も島村と自由で購入しているので、お一つずつご紹介していきたいと思います。はい、ではまずは島村の商品からご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はこちらのバッグ。こちらもお色がすごい良かったので購入してきました。まあ、秋冬ちょうど使えるかなと思ってます。で、ハンドバッグなんですけど、実はこちら中に肩紐がついてたので、2way 仕様になってます。で、以前ご紹介したバッグはどちらかというと小物だけを入れるような小さめのバッグだったんですけど、今回中が結構広くて長財布も入るようになってます。はい、で、中に何箇所か、2箇所かな、ポケットもついてて、で、あとボタン外すとこちら両サイドにも収納できるようになってます。で、ここのメインのところだけではなくて、ここ左右、はい、左右チャックを開けると実はこんなに開くようになってます。なので、まあ、物をたくさん入れる時とかでも結構使いやすいかなと思って購入しました。まあね、あんまり私は横を開けて使うのが好きじゃないんで、まあこれぐらいのサイズで使っていけたらなと思ってます。はい、一番大事なことちょっと紹介するの忘れてたんですけど、こちらがサイドファスナー PT というもので、ちょっとお値段高めの2700円、まあ、これでも安い方かなとは思われる方おられると思うんですけど、はい、もうなんといってもこの色ですね。この色がもうすごく良かったです。はい、続いて2点目は、はい、こちらのパーツです。はい、こちらが T 字 B 付きワイドというもので1790円で、ベルト付きになってます。はい、私ほとんどデニムしか持ってなかったので、こういうパンツちょっと挑戦してみたくて購入しました。はい、続いて3点目はこちらのネックレスです。キュービックスクエアネックというもので、お値段がなんと290円。ダイヤモンドのような輝き、キュービックジルコニア、実鉱石ですね、ダイヤモンドに似せた。で、デザインはこんな感じになってます。めっちゃシンプルなものです。はい、最後4点目はこちら。こちらだけ今回 GU で購入してます。はい、こちらのハイネックです。はい、で、こちらがリブタートルネックセーターというもので、長袖オフホワイトになってます。で、お値段が1490円でした。はい、では今から
ご紹介したもの全て聞いてみようと思います。やっぱりきっちりガードされてるんで、もう真冬でも結構あったかいと思います。でネックレスもそこまで長くないので、ちらっと見える感じがいいかなと思います。